今日はですね、こちらの武蔵五日市の駅の方に来ております。今日はちょっと用がありまして、この辺のところまでちょっと来てるんですけど、まあ、ちょっと車で来たんですが、今ここにね、ロードバイクを持ってきましたので、これで少し、まあ、この辺りを走っていきたいなと思います。さあ出発します。とりあえずは少し走っていきますかね。はい、はい、今日はですね、機材は、DJI ポケット2ですね。にマイクは、これ新しく出ましたワイヤレス5 Pro を使ってます。で、32ビットのプロですね。で、別撮りで、まあ、風防をつけているのである程度音はできるかなといっても、結構工事がすごいな。普段は、ジャージ着てね走ってるんですけど、今日はですね普通の格好に近い形で走っております。ただとはいえちょっとお尻が痛くなるんで、下内側はですね、スマートトレーナーに今使っているパンツがあるんですけど、それを下に着て、その上にラファのかなり伸縮性のある、パンツを上に履いているという感じですね。で、上は、まあ、なりふりでプルオーバーの非常に暖かい軽量で暖かいパンツ、アウターがあるので、まあ、その下に半袖のジャージを着て、あとちょっと寒さ対策で、パール泉の冬用のアンダーウェアを着ているという形です。これで十分ですね。今気温だいたい13度4度ぐらいみたいなんで、このぐらいの気温だったら、むしろ多分このまま温度強度上げちゃうと暑くなってきちゃうかなっていう気はしますが、とりあえずはこのぐらいで今のところはちょうどいいですね。とりあえず今日はどこ行きますかね。あんまりちょっと時間もないので、気軽にパッと紅葉が見える、まあ、鷹山あたりぐらいがいいかな。とりあえず鷹山まで行って帰ってくるっていう感じがいいでしょうかね。まだちょっと見た感じ紅葉はそこまで進んでないのかな。でもいい感じですね。うわ、結構寒くなってきた。平日だから意外と工事関係者が多い。で、これで鷹山の方に向かっていきます。ふい、どっかいいポイントがあったら写真撮りたいんですけどね。ああ、いい天気だ。よいしょ。さあ、だんだんと山深くなってきましたが、いい感じで撮れてるんじゃないですか。前に戻して、参りましょう。さあ、いい感じの景色になってきましたね。はい、まあ、紅葉も結構そこそこ綺麗な感じですかね。
ここはアウトドアベースキャンプベッキーハウスだそうです。今日はやってるかな。やってますね。でもお客さんがいるか、2人ぐらいいますね。いい感じですね。さあもう少し登っていきたいと思います。よいしょ。さあそろそろ紅葉が綺麗な感じのところに来たんではなかろうかと思いますが、結構息が切れております。静か。お、もみじが綺麗だね。あそこに写真撮るのいいそうですね。さあここがですね、養沢木張専用釣り場といいまして、昔はねトーマスブレイクモア、フィッシングセンターとかですね、トーマスブレイクモア記念社団ですね、毛針専用の釣り場なんですよ。で、ヨーザー川は結構この上流がですね、そういった感じになってるんですけど、ここでロッジがあるんで、ここで受付を済ませてですね、川に降りていくという形ですね。子供の頃って言っても中学とか高校の時は本当によくここに来て、釣りをしておりました。懐かしいヨーザー川ですね。最近私が使っている超おすすめアイテムこれなんですけど、これじゃんって、これねピークデザインのスマートフォンケースとこのアダプターなんです。でこのアダプターはこのゴムのストラップで取り付けられているんですけど、これがですねカチャッとこうマグネットで取り付けできて動かない。でさらにこの下側のところにこうボタンがあるんですけど、このボタンを押すだけでパカッと取れます。これすごくないですか、この感じ。パッと外れてカチッと届く。で今まで私たちはこのスマートコネクトっていうのを扱ってきたんですけど、それはそれしかちょっと扱うものがなかったんですが、このスピークデザインはね正直ちょっとそれを凌駕するんじゃないかと個人的には思ってます。でこれマウントがこれ簡単に取り外せできるようにゴムになってるんで、こう引っ張ってあげればですね、こういう感じで取れるわけですよ。だからこのハンドルバーの真ん中につけたければ真ん中にもつけれるし、今私がつけてたみたいにステムのところに取り付けることもできるし、これワンタッチで取り外しできるから、もう自転車問わないで使えるんですよ。で、SP コネクトも同じような形でできたんですけど、いかんせんですね、ここのところの差し込み口のところが、あれは差し込んで右側に回すっていうタイプだったので、この乗車してるときとか外すときにね、結構コツがいるんですよ。ですけど、これの場合は、本当に簡単に勝ちだけなんで、何もストレスがない。外すときも、押して離すだけなんで、もう超便利です、これ。本当に秀逸だと思う。でさらにですね、これ引っ掛けてるじゃないですか、ここのところに。でここがさらに落ちないようにもう一個ここにフックがついてるんですよ。このフック、このフックがもう一つのここのバンドのところにこう引っ掛かることで、よいしょ、代わりにこの上が外れたとしてもこの下のところでダブルでフックがかかるんで、これはね本当に秀逸だと思います。いや超いい景色ですね。すごくいいところ、川が流れてめちゃくちゃいいとこじゃないですか、ここ。
さあではちょっとですね、今から、まあ、中大中腹ぐらいまで来たんですけど、これから一回下って、ちょっとね違ったグラベルロードがあるっていうんで、そこをちょっと見ていきたいと思います。結構風切り音が入っちゃってるかな。暴風対策はしてるんですけどね。さあこんな感じでどうですかね。さあ一回ちょっと下っていきたいと思います。下りは結構スピーディーに攻めますかね。激だねこれは。さあだからやっぱり重たい。よいしょ。武蔵五日市駅まで戻ってきました。今日はですね、まあ、武蔵五日市に車を置いて、まあ、陽沢川までちょっと走ってくるね、簡単なチョイライドだったんですけど、いかがだったでしょうか。まだ紅葉がそこまで進んでいるわけではないので、もう少しね、楽しめるかなと思いますので、まあ、ご近所にお住まいの方いらっしゃったら、ぜひ、ね、ライドに出かけてみてはいかがかなと思います。武蔵五日市の駅前にですね、コインパーキングがかなりの量ありますので、まあ、そこまで車で持ってっちゃって、そこから少し昼クライム楽しむのも結構ありかなとは思いますので、まあ、八王子にお住まいの方はそんな感じのやり方もお勧めしたいかなと思います。というわけで、今日の動画が面白かったなと思う人は、ぜひですね、いいね評価とですね、年内ちょっと5000人厳しいかもしれませんけれども、チャンネル登録の方とですね、ぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。レジャーハウス宮崎西村でした。